お世話になります、ひとりでございます。ポケモンといえばライバルの存在が非常に重要ですよね。で、ライバルといえばバトルで出してくるポケモンが終盤になってだんだん進化して、主人公と同様に旅を乗り越えてきている様子がうかがえ、気分が高揚しますよね。例えばダイパのライバルはストーリーが進むにつれ、ムックルがムクバーロ、ムクホークと進化していき、御三家や他のポケモンも進化したり、進化しないやつも旅の仲間なのでずっと同じメンバーでバトルをするわけです。ただソードシールドではそのようなポケモンの定番を覆していて、主人公の最大のライバルホップは別の動画で取り上げた通り、一部のポケモンを旅の途中でリストラしてドライかつシビアにポケモンバトルをしてくるんです。で、実はさらにもう一人のライバル的存在ビートについても一部のポケモンをリストラしているんです。となると一体どんなポケモンがリストラされてしまったのか気になりますよね。私は最近再生数が少なくて、それで以前のホップの動画の再生数が良かったから似た感じのその動画でもう一回やって再生数を稼ごうとか、全然そういう再生数とかの目的じゃなくて、あくまでポケモンがすごく大好きでもっと深く考察したいとか、そういうポケモンへの純粋な好奇心で気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はビートにリストラされたポケモンたちをまとめてご紹介していきたいと思います。まず前提として、ビートの最終的なパーティーはシュートスタジアムの乱入戦でのクチート、サーナイト、ギャロップ、ブリムオンとします。このパーティーを基準としてどんなポケモンがリストラされてしまったのか見ていきたいと思います。ダブラン、まずはダブランです。こいつはガラル鉱山での初戦からユニランとして初っ端に出してくるポケモンで、愛着が一番あるだろうにダブランまで進化させてたのに、無残にもシュートスタジアムでの乱入戦で切られてしまいました。ただビートのリストロはホップと違い、ストーリー上でフェアリータイプのジムリーダーポプラの後継者になるためにフェアリータイプ以外を切らざるを得なかったという大義名分があります。なのでホップよりはまだ冷徹な人間ではなさそうです。とはいえ、剣盾ではドラゴンタイプのジムリーダーキバナは普通にドラゴン以外のギガイアス、サダイジャー、コータスなどを使ってたりするんですよね。一応そのポケモンたちはドラゴン技を持ってたりしてドラゴンタイプにゆかりはありますが、関係性はそんな高くない感じもあります。なのでビートもダブランなんかは見た目がフェアリーっぽいし、いてもいいような気がするんですけどね。しかもシュートスタジアムの乱入戦の時の手持ちは4匹ですからね。いや入れてやれよって思う人は多いことでしょう。いくら事情があったと言っても最初からいたポケモンを切るのはなんかかわいそうな気もしますよね。ゴチミル、次はゴチミルです。こいつもダブランと全く同じパターンで、初戦からゴチムとして存在をしていたのですが、シュートスタジアムでの乱入戦でリストラされてしまいました。ゴチミルもダブランと同様にフェアリー感ある見た目なので、いても良さそうなんですけどね。まあ、こいつは岩石封じとかいういかつめの技やってきますから、フェアリーに近い存在としては見られなかったんでしょうね。まあ、こいつもリストラされた理由としては、大方先ほど言ったビートがフェアリータイプのジムリーダーになるからでしょうが、ゴチミルもまた一番最初の頃からの仲間ですからね。シュートスタジアムの乱入戦の時には先ほども言いましたが手持ち4匹ですから、いや先ほどのダブランとゴチミルを進化させて手持ち6匹で戦えるって思いますよね。ということで、実はビートがリストラしたポケモンはわずか2匹で、このダブランとゴチミルのみです。ただどちらも最初から手持ちにいたポケモンで、あともう1匹最初にいたのはミブリムで、こいつは最後まで残り相棒的な感じで巨大マックスブリムオンとして生き残るんですが、最初の3匹中2匹がリストラされるという本当にえげつないライバルですよね。ただ実は初戦のガラル鉱山ではビートはこんなセリフを言ってるんです。なるほど、いいんじゃないですか、こちらも本気ではありませんし。このセリフは実はめちゃくちゃ伏線だったってことですよね。後半では最初の3匹中2匹は使わず、全く別のポケモンを使うわけですから、確かに本気ではありませんし。というのは負け惜しみじゃなくて、実は本当の気持ちだったのかもしれませんね。見事な伏線回収です。ビートは偉そうな感じにも見えますが、ただ意外と純粋で正直者で素晴らしいキャラクターなのかもですね。しかもビートは前例のない最初の3匹のうち2匹をリストラするという人間です。シュートシティの乱入時には対戦前にこんなセリフを残しているんです。訳のわからないばあさんにフェアリータイプについて朝晩叩き込まれるし、わかりますか、ピンク色に囲まれてフェアリータイプのポケモンでクイズと勝負の毎日、ああ
こんなに暑苦しく思いを語るなんて、僕のキャラじゃないのに！と、こんな感じでフェアリータイプでの修行は、あまり望んでやってる感じではないんですよね。つまりきっと最初からの相棒のダブランとゴチミルのことをずっと思っていたんでしょうね。なのでやはり、ビートは心が優しく、なんなら今までのライバルたちよりも仲間たちを大事にしてそうな気すらします。まあ、ただ、そのラストの乱入時の対戦後には、終わった。ですが皆様にフェアリーの良さは伝えましたよ。と言っていて、完全にフェアリーに洗脳されちゃってるんですけどね。しかもストーリーの後にシュートスタジアムでビートと戦う時には手持ちが5匹に増えてるんですが、その増えた枠に入れられたポケモンはなんとニンフィアです。完全にフェアリータイプに染まっています。ニンフィアはフェアリーということ以外もはや何の縁もゆかりもないポケモンで、あまりにも唐突すぎで笑ったと言わざるを得ないですよね。いや、せめてもうストーリー後のバトルならゴッチミルダブラン入れようぜって思ってしまいますよね。まあでもちゃんとフェアリータイプのジムリーダーとしてやることやってるという視点から見れば超真面目くんなんですけどね。だからやっぱりビートは偉そうだけど正直者のまっすぐな人間なんでしょう。ということで今回はビートがリストラしたポケモンを紹介しましたが、ビートは仲間を切り捨てるひどいやつというより、むしろめっちゃいいやつということが証明されちゃいましたね。私はこれで気になってたことが全部解消できたので、今日はビート版でバタ足しながらでも眠れそうです。